韓国政府、日韓関係の改善を拒否。本日、日韓議員連盟の額賀会長が韓国の首相と会談をいたしました。この中で G20 までの日韓関係の改善は難しいとの認識で一致をしたとされております。こちら、韓国政府は日韓関係の改善を現時点で拒否してしまっております。これでは、 話し合いによる外交による問題解決は不可能だということになりますので、日本政府にはこの韓国政府の動きを受けて、早急に制裁を発動していただき、これ以上韓国政府が反日活動を続けられないように、しっかりと対策を取っていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。